時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師中牧美宏と争わない弁護士工藤敦子です。よろしくお願いします。この番組は日曜日の憂鬱を希望に変える番組の内容となっております。最後までご視聴よろしくお願いいたします。また番組ではメッセージを募集しています。宛先fmgino1.com 797@fmgino1.com までお願いします。YouTube でも、同時に、配信しています。こちらも、合わせて、ご視聴お願いします。お願いします、はい、ということで、はい、はい、東京は、先週すごい寒いのがあって、はいはい、寒かったですね。は割とこの1週間は割と逆にちょっと気温上がったりっていう感じで、うんうんうん、はい、そうですよね。ちょっと通常の秋になってる感じですよ、はい、そうですね。先週がもういきなり12度とかなって、ね、本当ですよね。びっくりしました。多分暖房つけた方もいらっしゃるかと思うんですけど、うんうんうん、今週の頭は割と逆に気温が上がって今度冷房つけるみたいな。はいはいはい、忙しい、はい、ですね。続いてますが、まあ、多分沖縄まだ30度多分超えてる感じですよね。ああ、ね、20度、そうですよね。高かったですもんね。うん、その東京寒い時でも。うん、はい、はい、まあ、ちょっと体調崩さないようにしないと。うん、そうですよね。はい、季節の変わり目なので皆様、体調には気をつけてください。うん、そうですね。はい。はい、うん、じゃあお便りをご紹介したいと思います。はい。東京都練馬区の浅草の辛坊さんから、はい、いつも楽しく聞いています。さすがに中間さんの髪の毛のお話は説得力がありました。私は男性なのであまり気にしていませんでしたが、ブラッシングが重要とドライヤーも必要と勉強になりました。だいぶ少なくなりましたけど大事にケアしたいと思います。そうですね、少ないものをケアするのがすごい大事なんで、男性に、ね、関係なくですね、本当に髪の毛は臓器です。大事に扱いましょうということで。そうですね、そうですね、大事にすれば長持ちしますよね。そうですね、まあ、本当はそれ20代で気づくと一番いいんですけどね。20代18ぐらいか、20代ぐらいからもうこの一本一本にこう命を込めて愛情を込めてやればですね、はい、割と延命措置が取られる。なるほど、はい、でも間に合いますよね、今からでもね。まあ間に合います。ただやっぱり人って本当亡くなって初めて気づくっていうものがちょっと、まあ、何でもそうです。髪の毛だけじゃないです。何でもそうですよね。そうですね、やっぱ検査とかもなんか、うん、まあ、人でもそうですけど、亡くなって初めてその人の大事さとかそのものの大事さっていうのに、はいはい、髪の毛はそれに気づくのはできれば18歳までには気づきましょうということで、うん、はい、深いですね。18歳までに気づくとなんとかですね、うん、なると思います。まあ、ね、遺伝とかで、ね、どうしようもない部分はあるんですけど、うん、そっか、はい、白髪もね、髪の毛白髪になりたくなかったらちょっとなるだけ18歳までに、ほう、そうですね、そうなんですね、はいはい、これを聞いてくださってるね、うん、そうですね、若い方も親御さん世代もぜひお子様に伝えていただければと思います。そうですね、はい、うん、じゃあもう一つ、世田谷区の先週に引き続きですね、はい、世田谷区、東京都世田谷区在住の小鳥と一緒さんから、はい、調停員の話ですね。先週してたからですね。調停員
さんの個人的な考えがあると思うのですが、話し合いの内容に影響が出たりしないのかな。以前調停員さんから意見されてこちらの話を聞いてくれましたって思ったって聞いたことあるんですよねって、実際に体験しない人生を選択したいものだと思うのでしたっていう、かっこ笑いますなるほどですね先週あれですね、調停員って何ですかっていうお話をしてたから、その感想っていうことですよね、はい、そうですね、はいはいはい、まあ、特に資格があるわけではないので、まあ、人生経験豊富で知識もある方っていう方が調停員になってるんですよっていうお話をして、はい、うん、まあそれで、まあでもお話し合いの場所なのでね、調停は。確かに調停員いろんな方がいらっしゃいますし、はい、まあ、それをこう聞いてもらえなかったって思ってしまった方がね、いたんだなっていうのはわかるんですけれども、どうしてもね、裁判所のお話なので、法律的な観点のところで聞いちゃうっていうのはあると思うんですよね。うん、だからその単なるお気持ちオンリーっていうことだと、どうしてもこう、聞いてもらえなかったって思っちゃうこともあるかもしれないですね、うん、でもやっぱりここでも人の感情ってあるから、うん、こう 100% こう機械じゃないから難しいね、うん、やっぱそれもそうなんですね、本当超電人人工知能人工知能っていうか、はいはい、AI、はいはいはい、に今度やってもらうようにするとかですね、うんうんうん、まあもうねそこ一律にしてほしいな、はいはい、なっちゃいますよね。まあでもそれもいろいろあるのが人間のね。あ、そうそう。だから人間の温かさっていうところで。そうなんですよね。なんかだんだん本当そういう AI 化じゃないけど、あれですよね。世の中もちょっとこう機械化、自動化とか、うんうんうん、まあ何でも料理とかもそうですけど、はい、あのお寿司とかももう機械が完璧に握ってとかっていう、うん、あれでもまあ美味しいけどやっぱり人のこうぬくもりがあって、うんうん、あのやっぱり美味しいとかあったりもするし、うんうん、でもなんか若い人によっては潔癖症だからなんかその人が握ったのは嫌だみたいな人もいるありますよね、うん、全然調停員の話から飛びましたいやでも全然なんか同じ話だと思いました今そこはね、どっちがいいんですかっていうのはありますよね、はい、うんうんうん、あそこはもう本当運とか縁としかあれですよね、うん、うん、そうですね、でもそれすらも巡り合わせだって思うので、そうですね、うん、本当その人の運っていうか、うん、そういうことでっていう感じですね。そう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 、そういうことでって感じです。はい。ありがお便りありがとうございます。はい、お便りありがとうございます。はい、じゃあ、はい、ここで一曲お聴きください。森田勝里さんで風に吹かれてです。はい。はい。ではですね。はい、もう一件お便りを。およ、読みます。はい。はい、お願いします。東京都の、夢が叶ったさんから。お。芸術の話楽しみにしておりますっていう。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。先週ちょうどね、そうです。この芸術の話ですね。結構。うんうんうん、ちょっとこう言い残したことがあってっていうことです、ね、はいはいはい、来週に話しますねって言ってた件ですよね、はいはい、そうですね、あの、はいはいはい、芸術の話なんですけど、うん、ぜひぜひ、実はですね、はい、もう決まった数値化されたものがあって、それをただ単に、うん、あのそれが正しいものとしてかっこいいものとして比率として映像でみんなやってるだけっていう、でそれ知ってる人はみんな知ってて、はいはいはい、知らない人はそれがいいって思ってるってやってるっていう感じなんです、うん、なるほど、はい、で黄金比ってあるんですよ、芸術、はい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 、黄金比っていうのはもう縦横が1対 1.618、うん、モナリザとか全部そうなんです。あ、はい、昔の芸術はですね、ダヴィンチとかそれ分かっててやってたんです。分かってたんですね、ダヴィンチ。分かってたんですよ、分かってた、あとパルテノン神殿とか、はい、あの昔のこうヨーロッパの建物とかはほとんどその
いいとされるものは全部この1対 1.618 でできてるんです。なのでもう分かってるんですよ。もうそれは、なんでその1対 1.618 が、はい、いいかってされたかっていうとこはちょっと謎もあるんですけど、うん、なんか、神羅万象とかあるじゃないですか。ああいう、こう、なんかこう、巻き替えとかの比率も全部、その1対1.618でできてるとかっていうのがあって、で、それを、なんか、まあ、ダヴィンシとか、すごい優れた人たちが、これが一番バランスがいいなっていうので、多分取り入れたんだっていう説とか、まあ、そこら辺はちょっと具体的に、まだ、ちょっと謎もあるんですけど、で、それが結局その人たちが正しいというもの、黄金比を作ったから、今の、芸術家たちはその黄金比に当てはめてただやってるだけっていう感じなんですね。はい、1対 1.618。昔の建築物とかですね、建造物とか、ヨーロッパ系はもう大体そういうので、なってて。はい、なので、まあ、僕らも、なんですか、髪型を作るときにそれを意識すると良かったり。うん、あとはよく言われるのはこの顔の、縦のバランスが1対1対1っていうのが一番よくできてて、この額とこの目のあたりと鼻顎までのあたりですね、この額から1対1対1でちょうどバランスよくできてる人が一番かっこいいとか、あ、こう3分の1、3分の1、3分の1ってことです。そう、そうですね、なんだろう、眉毛までの、おでこのてっぺんのところから眉毛までと、はい、鼻ですか。そうですね、はいはいはい、いうのがあったりして、で、最初知らなかったんですよ、そのこと、うん。でもなんかデザインの数学っていうのがあって、はい、で、なんかそういうの言ってる人がいたから、自分でちょっとこう勉強し、学習して、なんですよ、はい。あ、その時に、まあ、そうだったんだと思って、でよく見たら全部大体その比率でできててっていうのがあるんですよ。なので、まあ、モナリザであったりとかっていうのは、うん、はい、そのもう完璧に黄金比率でできてる。うんうんうん、なるほどですね。はい、なので、LINE の待ち受け画面をモナリザにしてるんです、僕は。素晴らしい。美の、はい、トータルマネージャー。ちょっと続きがあって、はい、これは黄金比っていう比率なんですね。1対 1.18 っていう、はい、うんうん。で、もう一個、日本で結構流行ってる白銀比っていうのがあって、日本人が好きな。白に銀に比率って書くんですけど、それが、1対 1.414 っていう比率があるんですよ。どっちかとちょっと長方形から正方形に若干ちょっと近寄ったっていう、なんか四角っていう感じのイメージなんですけど、はいはいはい、日本人はこれがすごい好きで、法隆寺とか、昔の日本の、金閣寺、銀閣寺もそうですね、全部あれって1対 1.414 でできてるんですよ、比率が。日本人は白銀比が好きなんです。それルート2ですよね、はい、1.414 って思っちゃった。ああ、そういう見方もありますね。で、まあ、もっと言うと、子供が好きなアニメのキャラクター、例えばキティちゃんであったり、ドラえもんであったり、あれの書かれた比率も全部1対 1.414 ってきてます。ああ、そうなんですね。アンパンマンもそうですね。はい、で、まあ、ポケモンのピカチュウとかも全部そうで、それが受けるっていうのがもう日本人かわいいっていう。ね、かわいいってことですよね。かわいいんですよ。かわいいっていうのがもう日本人が好きなので、一体日本人っていうのが、はいはい、日本人が、世界に発信した文化っていうイメージ。なるほど。で、最近それが結構日本人のかわいい、かわいいっていうのがもう、うん、ですね、もう英語でもかわいいはかわいいなんですよね。うん、かわいいっていう言葉がもう世界発信されてて。はいはい。っていうような感じで芸術。他にも青銅比とか、うん、まあいろいろあるんですけど、一番有名なのは黄金比と、うん、日本人だったら白銀比っていうのが有名で、はい。日本人の白銀比も結構やっぱ、あれですね、その、うん、ヨーロッパに今、ま、アニメとか、日本のアニメとかって言ってるので、はいはい。されてるので、うん。はい。結構今、この、日本人の可愛いブームは来てるんじゃないかなとは思ってます。でもその可愛いっていう感覚は世界にも通用するっていうかね、そうですね、ところなんですね。うん、なんかだからよく結構凛としたかっこよさを求めるんであったら黄金比を求めた方がいいですね、顔の形とか。
でも可愛いとかなんか丸っこくて可愛いっていうのはなんか女性って結構嫌がったりするんですけど、うん、男性って結構日本人は特にそっちのタイプの人が多いんですよ。可愛いがいいの。可愛いがいいんですよ。うんうんうん、あの黄金比になるとどっちかというとかっこいいみたいな、なんかイメージで言ってるんですけど、ルパン三世の峰富士子さんとか、ああいうイメージなんです。うんうん、はい。なるほどですね。美しいがいいか、かっこいいがいいか、かわいいがいいかって感じですかね。なので、そうなんです。で、なので子供を受けするものに関しては、すべてもう、はい、白銀比でできてるっていうような、ものがあって、うーん、そうなんですね。もうそれを白銀比で当てはめないと物は売れないっていうぐらいの感情を分かっててみんな作ってるぞ。すごいですね。なんかそれ言っちゃうと結構えってもう知ってる人は知ってるんで、うんうんうん、なのでまあ芸術はまあただ数値化されてできてる、ちょっと悲しい現実もあるんだよっていうところですよ、裏を見れば。なるほどですね、はい。でもなんかその黄金比とか、なんかその確かに巻貝の比率って聞いたことはあって、はい、その白銀比がどこを元にしたのかは分からないんですけど、そうなんですね、はい、もしそれが自然界にあるものを元にしてるんだとしたら、なんか自然ってすごいなっていうのを思いました。そうなんですよ。ただこれに関しては、まだその取り入れた人がどういうものをによって取り入れたかっていうのはちょっと分かってないっていうのが現実なので、まあただ確実にその比率は決まってるっていうところですね。なのでまあ売れたかったらそこに当てはめていけばいいっていうだけなんで、可愛い寄りにすればちょっとこう長方形を正方形寄りにしていけば可愛くなるんで、そうなんです。丸っこい感じですね。はい。なのでまあ子供受けしようと思って黄金比売っても多分売れないですよ、日本は特に。売れないというか、あんまり可愛くないんですよね。なんか、たまにあるんですけど、なんか、アニメで子供向けの番組で、なんか、白銀比の中に黄金比がポンってくると、すごい、なんかちょっとやっぱ違うんですよ。へ、なんとなく、すごい、違和感あるんですけど。そうなんですね。そうなんです。でも、日本人は、特にこの 1.414 はもう大好きなんで、はい、なんかその辺意識してみると、うん、同じじゃんっていう風になるんで、なるほどです、はい、ちょっとそこに注目しながらですかね。そうですね、まあ、注目なのかも、可愛いって思うのはそうなのかも、はい、ただまあこれ現実として言っちゃったからあれなんですけど、はい、あの単純に芸術は芸術で楽しんだ方が本当はいいと思います。そうです。あの、なんかこう、ホームページとかもそうじゃないですか。なんか、裏返すと結構数字でバーって、あの、映像はすごい綺麗なんだけど、はいはい、裏面は結局その、なんすか、数字とかなんかこう、ごちゃ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 ってなってプログラミングみたいな。あ、そう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 。裏のコードって。はい。ああいう風にちょっと捉えてもらえれば。ただ芸術はやっぱ芸術なので。そうですね、決まってるものは素晴らしいし、ただ決まってるものもあるんだよっていうところですね。うーん、はい、たださっきの感情とか、はい、あのさっきの頂点の話じゃないですけど、はいはい、やっぱりそうは言っても測れないものっていうのはあるんで、数字では数字で測れないし、それに当てはめれば全てうまくいくってわけでもないんで、うんうんうん、はい、そうですね、だから面白いんですね。そうですね、ただまあ成功法でいけばそこの数字をある程度把握しておけばいいなっていう部分ですね、はい、でもですね、なんか不思議なんですけど、すごいなんか上手い人、例えば美容でも絵とかでも上手い人って、はい、分かってなくても勝手にそれでやってるんですよ。すごい、なるほど、バランスがなんか分かってるんですよね。なんか、そうなんですね。そうなんです。でも多分昔からやっぱりその見た映像で人ってなんですか、芸術とかもこう描いたりするじゃないですか。うんうんうん、昔見た映像の中からこう絵を描いたり、まあ、はいはいはい、たりとかするんですけど、多分まあただそこに洗脳されてるだけなのかなっていう見方もあります。見方もあります。まあそれとちょっとひねくれになっちゃうんで。へー、でもやっぱり上手い人はですね、そのバランス取り方は上手いです。その大体比率に合ってるんですよ。へー。そうなんですね。そうなんです。
よく、マネキンあるじゃないですか、はいはい。アパレルとかで。はいはい。あれも全部黄金比なんで。あ、そうなんですね。そうなんです。あれ、綺麗じゃないですか。うん、綺麗です。そっか。そうなんです。面白いですね。そうですね。何を美しい。本当にめちゃくちゃ細かく、その数字を細かく知ってるわけじゃないですけど、この黄金比、白銀比ぐらいは知ってると、ちょっとこう、デザイナーとか、そういう芸術を目指すとか、まあ、意外と知らない人いるんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。なので、まあ、ちょっとこう、得意げに毎回このことは、プレゼンなんかでも言ったり、はい。そう、これみんな知ってるもんだと思ったら意外と知らないんだなっていう。ああ、そうなんですね。とこもあって。そっか。まあでも、そうですよね。一つの参考値としては大事ですそうですね。うん。調停員の人も黄金比とか持ってるといいかもしれないですよ。調停員の黄金比。調停員の黄金比なるほどですね。なぜなら黄金比に当てはめるとこうなんですよね、みたいな。それが人々がこう落ち着くところなんですよね。そうですね。みんながいいと思う地点なんですよね。はい、そういうのあるといいですね。そうですね。あったりして。難しいですよね、でも本当に。うん、なるほどですね。うん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 。てな感じで、芸術との話で。はいと言っていいのかどうかわかんないですけど、まあ、一応こんなことがあるよっていう話でした。はい、ありがとうございます。いや、芸術の秋ですしね。そうですね。うん。はい。と思います。まあ、またこの芸術のこととか、うん、今の対してもちょっとコメントをいろいろリスナーの方からいただけると嬉しいので。嬉しいです。嬉しいです。ぜひぜひ。はい。はい。ご感想、ご意見、お待ちしておりますので。そうですね。よろしくお願いします。はい。はい。ということで、手相コーナーを。手相コーナーにしましょうか。じゃあ、最後の。ありました。じゃあ、今日は運命線の見方にしようと思って、中指の下にまっすぐに伸びる線が運命線なんですよね。で、こう、まあ、だいたいまっすぐ何か伸びてる線が皆さんあるか、まあ、ない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、複数あったりとかいろいろあるんですけれども、その伸びてる線が、こう、途中で二股になってたりとか、なってます。なってます？三股になってる人とか、あるいはこう、ちょっとスライドしてるって言ったらいいんですかね。二重になっててずれてるとかいろいろあるんですけど、そこ天気を示すんですよ。大体手のひらの真ん中ぐらいを30歳って思ってもらって、下が0歳なんですよ。手首が0歳、中指の付け根を100歳って思っていただいて、ただそれで真ん中で50とは見ないんですけども、真ん中ぐらいが30歳で、手首の下から4分の1ぐらいを20歳ぐらいと思ってもらって、で、上の4分の3を50歳ぐらいと思ってもらって、それでそれがどこにあるかっていうところなんです。で、50歳にあります。本当に？じゃあこれからですね、中間さん。そこに幸運が訪れる時です。遅またまた。いいじゃないですか、将来的に。いや、でも幸運が今まで人生で訪れたことないような気がするんですよね。なんか、ちょっと、割とネガティブなんですけど。訪れますよ。これからですよ、これから。じゃんじゃん。はい。で、こう、ずれてたりすると、そこで違う職種っていうか、ちょっと職業を変えるとか。なって。うん。50歳で。50歳です。職業変えるみたいになってます。ちょっと違う線がまた出てたりすると、ああ、こっなちるほど。に行くかなっていうのがありますね。そう、でもここすごい本当日々変わるので、見ていただければ、気持ちが固まったりすると出てくると思います。これはちなみに左手で見る方がいいのか、右手で見る方がいい。ね、それね。だ左手の方が、まあ、一般的には持って生まれたものを、右手の方が現在を表すとは言われてます。はい。そのあたりで見ていただければと思います。と言ってるうちにお時間になりましたね。はい。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。はい。
この番組は毎週日曜8時にお送りしておりますので、またぜひ来週もよければお付き合いください。はい。はい。それでは今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい。おやすみなさい。